1958年の台風のデータ。台風の発生数は31個であった。この年、日本には15個の台風が接近し、うち4個が本土に上陸した。4個の上陸台風のうち、台風、銀座と言われて、例年のように台風に襲われる九州、四国、紀伊半島へ上陸したのは、8月の台風17号のみであり、7月の台風11号。 9月の台風21号と台風22号がいずれも関東地方やその近辺に上陸した。中でも9月26日に静岡県伊豆半島に接近した台風22号は翌27日に神奈川県に上陸して静岡県伊豆地方と関東地方に豪雨による甚大な被害をもたらした。特に仮の川流域での水害による被害が顕著であったため、 気象庁はこの台風を、仮名川台風と命名した。19万5千801、19万5千8百29万5千8百39万5千8百49万5千8 十九万五千八百六十九万五千八百七十九万五千八百八十九万五千八百九十九万五千八百十九万五千八百十一十九万五千八百十二十九万五千八百十三十九万五千八百十四十九万五千八百十五十九万五千八百十六十九万五千八百十七十九万五千八百十八十九万 万五千八百十九十九万五千八百二十十九万五千八百二十一十九万五千八百二十二十九万五千八百二十三十九万五千八百二十四十九万五千八百二十五十九万五千八百二十六十九万五千八百二十七十九万五千八百二十八十九万五千八百二十九十九万五千八百三十九 ま、5831ありがとうございます。